曲がりの陣で亡くなった義久には男の子がいなかったので、将軍後継問題が起きた。将軍候補は二人いて、一人は成功という、義政の兄で堀越久保の正友の子で、もう一人は、義政の弟、義見の子の義種でした。私は成功殿を支持する。応仁の乱で山名方に組した義見様の子などありえぬ。私は妹の夫の義見殿の子、義種殿を支持します。私も義種殿を支持する。この義種は、この頃は義樹という名で、後に義忠、さらに義種と名を変えていくのですが、ややこしいので、この動画では義種を使用させていただきます。日野富子と足利義政の指示により、義種、義樹の将軍就任がほぼ内定した。義政は義久亡き後の政治を司ったこともあり、その影響力は最後まであったようです。ですが、義久が亡くなった10ヶ月後、義政も亡くなりました。享年55。義政といえば銀閣が有名ですが、その銀閣の完成を見ることはできませんでした。突然ですが、ここでお詫びをさせていただきます。うぷ主は、南北朝合戦絵巻55巻で、義政が祭りごとに興味を持たなかったなどと記したのですが、調べると全く逆で、義政は最後まで祭りごとに関わり続けていました。このこと、訂正してお詫びいたします。申し訳ありませんでした。義政は、政治に関わりたくないので、引退するといったことは何度もあったようですが、その言葉通りにしたことはなく、政治に関与し続け、これが義久との確執を生じさせたと考えられます。ただ、義政に絶大な権力があったわけではなく、強い守護大名に威嚇されると、常にその大名に有利な沙汰をしたので、これが、利権獲得を求めた大名たちの威嚇合戦となり、応仁の乱となったのではと、うぷ主は思いました。義勝、義政と2代続けて幼い将軍となり、守護大名の影響力が大きくなりすぎたため、どうしようもなかったのかもしれませんが、御花園法皇様の山名宗全追悼令が出されても、義政自らが出陣して追悼することはありませんでした。この院宣は義政の求めに応じて出されたものなので、義政は細川勝元に丸投げするつもりだったのでしょう。ですが、勝元はこの追悼令を無視できるほどの力を持っており、義政は命令を強制的に実行させられません。その結果、朝廷や将軍の命令を無視しても、全くお咎めがないことが白日のもとにさらされ、朝廷や将軍の権威が著しく低下したものと考えられます。そして、この状況を立て直そうとした、義政のこの義久は陣没し、その跡目をめぐって、義政の甥同士が争うということになるのですが、そうしたお話は次回にて。